はい、お世話になります。トライジャのボスです。いつも応援ありがとうございます。で、先日出してました、2018年以降の FXSB、FXSBS ね、ブレイクアウトのヘッドライトの交換です。一応ヘッドライトのマウントを作ったので、この感じがこんな風になります。どうでしょうか。これ、よいしょ。こんな感じで。昔からの砲弾型のイメージになるようにしました。いかがでしょうか。僕はこれかっこいいと思います。ヘッドライトがね変わるだけでね、こんなにイメージが変わりますよね。わかりますか。この前のねYouTube 動画を見ていただいてたら、この変わりようがものすごく変わってるということは分かってもらえると思います。こんな感じね。でウインカー、もともと純正ねこんな感じでこれついてたと思うんですけど、このウインカーをここに、これ分かりますかね。これね木島さんの E マーク付きの、ウインカーです。だから車検対応です。で、もちろんこれの幅が、はい、これの幅がこうやって測ってもらっても分かるように、ウインカーの端から端までで32センチ、33センチぐらいあるので、車検も対応でいけます。一回光らしてみますね。このね LED ランプもかっこいいんですよ。で、こんな感じ。どうでしょうか。ヘッドライトを変えるだけでイメージがこんなに変わります。多分いけてると思うんですが、今のブレイクアウトの、好き嫌いがみんなあると思うんですけど、今のブレイクアウトのこの一番みんなが変えないとこかもしれないし、なかなかこれだけでここまで変わるっていうパーツも珍しいかもしれない。ハンドル交換よりもあえてこれを変える方がいいのかも、かっこいいのかもしれない。こんなに変わります。そうなんで説明になってるのかな。この部分ね、この部分、よいしょ、これに対しての開発ってすごく時間がかかっていろいろ考えました。で、何回も、CAD を作り直して、あと 3D プリンターで作り直して、いろんなことをしてきました。で、ボルトも、あえて後ろにやってここを真っ黒にするよりも表にボルトを出して、この元々の純正と同じように合わすことと、それでもあとヘッドライトのマウントをボルトがフラットになるように、ほらボルトが出てないでしょ。ここをいう細かいところを気をつけたり、あとここにこのウインカーを別のとこつけられてるとこ方やったら、このウインカーステーがこのボルトで外れるようになってます。だからこのウインカーステーはオプション設定です。だから欲しい方は一緒にいていただいたらない、それが他につけてられる方は、ハンドルの、根元につけられてる方はこれいらなければこれ外せるようになってます。だからこれだけの一つで、パーツでここまでいろんなことができるようにということで、いろいろデザインを変えました。そしてあとここマウントのところもね、この、後ろのストッパーが当たらないように R をつけて、これね何回もね 3D プリンターで作り直したんですよね。これ多分その前に YouTube で出してます。後でYouTube の後ろのリンクのところにその時の映像を載せるようにします。開発の時のね。でそれがこんな風に商品となりました。この商品ね作ってる途中からたくさんもうご連絡いただいてて、発売がまだかと待ち望んでいただいてる方もたくさんおられるんで、これで、完成です。今から値段決めてあれするんで、発表するんで、よろしくお願いします。一応もう在庫を作っていってますんで、ご連絡お待ちしております。もう一回つけとこう。こうやってこんな感じ。はい、いつも応援ありがとうございます。パーツね、よろしくお願いします。